神奈川県人権啓発センターです。たまにある質問相談というのに、人権作文をどうやって書いたらいいんでしょうっていうのがあるんですね。まあ学校とか職場でそういうのを書かされると、だけどね、どんな風に書いたらいいのかわからない、うかつなことを書くとですね、後で呼び出されてですね、怒られるんじゃないかとかね、そういう質問があるんですね。それでね、まあ一番ね、基本を押さえとくと、クソ真面目に書く必要はないっていうことです。それはもうコピペですよ、コピペ。適当にこのネットなんかで検索してですね、そしたらまあ見つかると思いますよ。何かこうその作文の例とか、あるいは図書館なんかでそういう人権作文のね文集とかあるんで、そういうのからですね、まあ適当にねこうコピペしてですね、なんか良さそうなフレーズをねコピーしてですね、でちょっと言い回しを変えてこうつなぎ合わせて作ればいいっていうことですね。よくあるあれですよ、バイラルメディアがやってるね、いかがでしょうか記事と同じですよね。そういう感じで作ればいい。別に本当のこと書かなくてもいいしね。でどうせそんなんね広く発表するわけでもないし、著作権とかどうでもいいしね。あと人権作文だのね、童話の作文とかでそんなコピペだとかね、著作権だとかね、そういうスキャンダルってあまりないと思いますよ。そういうので騒ぐこともね、なんかまたそれも怖い話なんで、バレたとしてもみんな触れずに置いてくれるだろうから、だから結論としてはもう書き方っていうのはもうコピペ、盗作、パクリ、もう何でもやり放題です、それでいいんじゃないかと思いますよ。だからこうスマホなんかでね検索して、なんか良さそうな文章を探してつなぎ合わせるっていうのが一番だと思います。だけどなんかそういうのもやりたくないなっていう人もいると思うんですよね。だったら発想を転換してですね、その人権作文をどうやって書くかじゃなくて、いかに書かなくて済むようにするかっていうことを考えた方がいいと思うんですよね。だから学校だったらそもそもねそういう教育をやってない校区をね選んで越境入学したり私立に入ったりとかで、職場なんかにしてもね同期連に入ってないような会社を選ぶっていうのがまずありだと思うんだけども、でもそういうのもねなかなか避けられないっていうことになると、この一つねこう振り切ってしまえば何も言われないっていうのがあるんですよ。例えばこんなことを教えるからね差別がなくならないんじゃないですかとかね、その部落問題とかもそっとしておいた方がいいんじゃないですかとかね、あとはその部落の人はねなんか免許がタダで取れるとかそういうのを聞きましたとずるいとか、そういうことを書くとやっぱり後で呼び出されたりとか問題になったりするっていうことあるんだけども、それはやっぱ中途半端に書くからダメなんですよ。吹っ切れたらいいんですよね。例えば私は日本共産党の国民融合論を支持していますと、このようなね、童話教育、この人権教育のあり方はもう部落解放同盟のねこう党派性が強くてこう健康教育だと思いますみたいなことを書いたら呼び出されないんじゃないですかね、嘘でもいいんです、嘘でも、うちの親は共産党員なんでもうこういうね教育には関わらないでくださいというふうに言われましたと、そういうふうに書いてもいいし、あとは別の方向性としては、私のお母さんは部落出身ですと、だから私も部落民だとお母さんに教えられたんだけども、でも学校でもこんなことを蒸し返されて作文書かされるのはとても苦痛です、私は当事者なのにどうしてこんなことをね書かされないといけないんでしょうか、自分のことは自分が一番分かっているつもりですとかね、そういうふうに書くのも一つの手ですね。別に嘘でもいいんですよ、自分部落民ということにしてそういうふうに訴えてこうマウントを取るわけです。自分が被差別民というふうにねすれば、自分は当事者なんです、被差別当事者なんですって言えるからね、もう先生だとかその周りの人は何も分かってないんだと、自分が正しいんだっていう、そういう絶対的なこう立場を取ればもう何でもやり放題ですからね。嘘をつくのが気が引けるっていうんだったら、本籍地童話地区に移してもいいわけだから、そうやって自分が被差別部落民だっていうマウント取って好きだやりたい放題やるとね、自分は部落出身なんですっていうことをこう、ね、まず作文の先頭に書いておくと、でその先はもう適当に書くと、そうしておけばもうあれです、完璧です。部落民であればそういうことは触れられないですね、なるべくリアリティを持って書くことですよ、自分が部落民だということをね。だから方向性は2つですね、あくまで解放同盟に対立する団体っていうのを装う、
日本共産党の国民融合論を支持します。もう一つは自分をブラック民ということをね、まあ、カミングアウトして、まあ、本当か嘘かどうでもいいんだけども、そうしてこの被差別当事者マウントを取るっていうのはもう一つの方向性ですよね。まあこれもね、いわゆるポリコレカードバトルというやつです。ということでね、今回は人権作文の書き方、参考になりましたでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。